こんにちは、速稼塾の久保です。2017年、これはですね、速稼塾のちょっと厳しいプログラムの中で速稼塾ファイナルっていうのがねあったんですけども、ビジネスに特化しているコースです。今回はその限定を解きながら隠居の流儀として一つ一つ公開してるんですけども、今回の動画は結構厳しいですね。今回の動画は結構厳しいんですけども、この動画の言う通りにした人はもう稼げてるんですよ。で、なんとなく自分のペースでやろうとした人は未だに自分のペースなんですよね。いわゆる稼げてないんですよ。だから大きな決断だと思いますけども、やっぱりね、人生変えるって大きな決断だと思うんですよ。大きな決断でなければ人生は変わんないと思うんですね。ですので、なんとなく今まで通りやる方は人生も結果もその通りそのまんまだと思いますし、ここで私のメッセージね、2017年のメッセージですけども、これに、心をね、もしね響いた人がいれば、多分人生を変え始めてるんじゃないかなと思います。現実的に今日これをやってる人はもう稼ぎの道に入ってるんですけども、未だにやってない人っていうのはもうちょっとねセンスがないんじゃないかなというふうな厳しいことも言ってます。じゃあ画面切り替えてご覧ください。どんなこと言ってたかな、どうぞ。こんにちは、今日もですね、お金持ちになるための今日は7日目をお届けしようかと思います。まあ今までにですね、1日目から6日目と連続でお届けしてきて、今までどんなビジネスをすればお金持ちへの道が開けるのかということをご理解いただけたかと思います。まあ逆に言うと、ここまで動画を見てきていて、未だにお金持ちになる可能性のないビジネスを続けてるとしたら、もうこれ以降の動画も必要ないと思うんですよ。もうそれはすでに、そちらのビジネスから抜けるこう意思がないという、そしてもしかしたら資格もないかもしれないんですよね。でもどうしてもお金持ちになりたいんだ、もしくは金銭的なリスクをもう感じたくないんだ、自由に、時間を使ったりお金を使っていきたいんだっていう本気で思ってる方っていうのは、もうすでにですね、今日の時点で、口コミビジネスとかネットビジネスのもう準備というかね、行動を始めてるはずなんですよ。でも残念ながら、この動画を見てる、今日この動画を見ている方の中で、法人に勤めていたりとか店舗に勤めていたり、もしくはですね、まあこれは一部の人には関係ないかもしれませんが、会社を経営していたり店舗を運営していたりするということは、もうお金持ちにですね、なる可能性がないんですよ。それをどれだけ一生懸命能力を高めてやっていても、その先に成功はないということになってきます。それではですね、今日は私の得意分野でありますネットビジネスに関して、なんでこれがそんなに儲かるのかということに対して、動画の方をですね、少しお話ししようかと思います。まあでもこれ答えはすごく簡単ですね。なんでネットビジネスが儲かるのかって言ったら、これはね、経費がかかんないからなんですよ。それに他ならないんですよ。それ以外は特に話すことがないんですよね。魔法の方法がインターネットというものを使って展開するビジネスにあるわけでも何でもなくって、なぜですね、いわゆる店舗ビジネスや法人ビジネスが儲からないのかと言いますと、経費がかかりすぎるんですよ。まあ、例えば法人でしたら、事務所を借りたりとかですね、敷金、礼金とか、まあ、そこにどんなビジネスをするか仕入れがあったり、取引先と交渉があったり、時には接待があったりとか、ロスが多すぎるんですよね。極めつけは社員がその同じ現場に集まらなければならないと。場所によっては、9時なら9時って決めて、揃うまで待って、そこから朝礼みたいなことをしたりとかって、この時点でもうタイムロスがすごくあるわけですよね。最も貴重な経営資源は時間ですから、その時間を無駄に過ごしている。もしくはそれが意味があると思ってやっているというところにもすでに可能性がないわけなんですよね。で、店舗のビジネスもそうですけども、お客様がお店に来なければならないとかですね、お客様に負担を要求するとか、従業員が一人残らず出勤するところ、出勤しなければできないところにも大きなマイナス要因があるわけですよね。出勤の途中に事故にあったりとか、気が変わったりとか、あと出勤したんだけども体調が悪くなったりとか、お客さんと揉めたりとか、従業員同士、もしくは従業員と経営者で揉めたりとか、ここには全てですね、実益がないという現象が入り込んでくるわけなんですよ。そうですね、モチベーションによって人って働いたり働かなかったりしますし、従業員さんっていうのは経営者さんと同じように自分の都合で働いているだけですから、これが同じチーム一丸となっていくということは、まあもう本当にね、究極的に難しいと。なったとしても変化が訪れるんで、やっぱり足並みが揃わないと。もっと言うとですね、
採用して教育というコストがかかることを最初にしなければならないということになってきます。ではこういうふうに例えてもらいたいんですけども、ネットビジネスとからリアルの店舗ビジネス、この2つを比較したときに、まあ、1万円の商品を売りました、どっちが儲かったでしょうという問題です。もうこれ明らかですよね。店舗というものを介して1万円の商品を売るということは、仕入れが発生して、原価が発生して、広告宣伝ってものが発生して、人件費が発生して、もろもろ発生して1万円という売り上げがやっとできます。ではネットビジネスはどうでしょうか。普段の暮らし、要するにネットビジネスをしてようがしていまいが、必要なのはスマートフォンですよね。で、電気代とか通信代ですよね。これはネットビジネスをやろうがやる前が必ずかかるものです。じゃあネットビジネスをやるときに新たに何かを買うかって言ったら買わなくていいわけですよ。で、ここに1万円の商品がありますとやれば、誰一人あなたに会いに来ることなく、あなたが寝てる間かもしれないと、起きてる間かもしれないと、どこにいるのかわからないと、その間に1万円の商品が店舗の場合と同じように売れていきます。ではどちらが利益率高いですかという話ですよね。もう明らかにネットでやっていくビジネスのことになってきます。で、ちょっとね、前回口コミビジネスのことを言いましたけども、口コミビジネスっていうのも初期投資っていうのがまとまった金額かかってきたり、必ず人に口コミを起こすという行動が必要になってくる。要するにこれが来店みたいなもんですけども、誰かに会って商品を勧めなければならないということが訪れる限り、ネットビジネスの利益率には追いつくのが難しいわけですよね。もちろん固定収入になる、権利収入になるってことを考えれば、ネットビジネスが必ずしも有利かといったらそうではないかもしれませんが、少なくとも初動の段階でどちらが初期投資がなくて手軽に始めれて大きい利益が狙えるのかという形で考えれば、インターネットを使ったビジネス以上に勝るものがこの世の中にないんですよね。まあ、不動産も固定収入を得れますけども、不動産の取得にかなりの時間がかかります。半年とか1年がかりで土地とか建物を購入して、で、利益が生まれるかどうかっていうのはそこからの勝負になってきます。もうその時点で、例えば店舗でしたら、店をオープンして商品並べて最初のお客さんが来て、その最初のお客さんに1万円の商品を手渡すまでに何千万もかかってるわけなんですよ。ネットビジネスはそういうことはないです。まあかかっても数千円とか、高くて数万円のレベルです。それでもすでに商品が売れていくわけですから、ものすごく固定費もかからないですね。利益が上がりやすいということになってきます。まあ、ここまでですね、4つの分類でお話をしてきました。店舗のビジネス、法人のビジネス、口コミビジネス、それからインターネットビジネス。この中の、この4択だとしたときに、儲かるビジネスどれですかって聞かれて、店舗とか会社って答える方はなかなかいないと思うんですよね。で、口コミビジネスとネットビジネスではどちらがより初動で儲かりますかっていう形にすれば、やっぱりネットビジネスなのかなというふうに、動画をご覧になっている方はご理解いただけると思うんですよ。もちろんそうではないよという意見があってもいいです。そういう方はそのまんまそれを続けていってほしいと思います。私は店舗をやった挙句やるもんじゃないなと思いますし、会社を経営した挙句、まあ、社員はお金を払っても言うこと聞かないなと。それからその日の気分や体調で、パフォーマンスが変わるんだなと思った時に、人間よりもやっぱりミスもないし、不満も言わずに、しかも勤務時間関係なく働いてくれるのは、まあ、インターネットやパソコンの仕組みだなというところにたどり着いております。まあ、お気持ちが同じな方はですね、同じような行動をしていただければ、私と同じような結果が出ると思いますので、参考にしていただければまあ幸いですけども、本日の動画いかがだったでしょうか。インターネットがなぜ儲かるかということをお話ししましたが、じゃあ次回はですね、じゃあインターネットにフォーカスしてもう一回だけお伝えします。インターネットを使ってやるビジネスっていうのは一体何なんですかということですよね。それについてお話ししようかと思いますので、また次回も見ていただければと思います。では本日は速稼院の速稼塾の久保がこの火災院からですねお届けしました。どうもありがとうございました。